そして帝京対はユッタさん勝ち。うわすげえの切ってたね。さあでは C 兄弟で続いてご案内していきましょう。そこ案内してる、ウニさんと下村さん、はい、じゃあ2人で C 兄弟3つ目でお願いします。そして D 兄弟でバレルさんとオレンジシコさん、オレンジシコさんとバレルさん、バレルさんは？え？あ、勝ちじゃん。あ、じゃあ。いや、やっぱお客様の声を信じなければならない。向こうにじゃあ提供台で。さあ影響対松田一郎で奪っているのはカメリア白面。さあコンボがうまい。立ち絵から打ち出してる、垂直で避けている、コンボがマジでうまい。さあかなりいいダメージ、雪風は取っている。弾はないので攻めの継続はできないがうまく迎撃。さあしゃがみリーからマジか。さあクラッシュ確認からしっかり倒す、初めて見た、しっかりスラッシュガイド入れてんだ、すごいな。さあジャンプ C から触っていく。おお、さあ読み合いには勝っていくが無理やりこじ開ける。キシュンマンジャンプ D はジャンプしたシール落としバースト吐かせる。さあジャンプ D から触りたいがしゃがみまし。さあそして B 兄弟ナオトが勝っている。さあしゃがみから林さん勝ち。投げ落とす、アストラルが決めていく。マジでうまいな、勝ったな風潮。うまいマジで。さあ開幕で仕掛けていく、これは開幕からいいダメージ。さあとてつもないダメージ。開幕5000。さあナオトの攻めはかなり切り返しがないキャラにとってはめんどくさい。ジャンプ D、 マイ D は風で避けていく。そして B 強対勝ったのはユッタさん。さあ A 強対戻ってみると風潮がまず第1ラウンド奪っていく。さあ立ち A からうまく逃げる、ソーダイリスバレルオタスが邪魔をする。さあ A ロベリアからうまく拾い運んでいく。
さあ2回目のロベリアに風を吹かせて油断したところに当てていく。画面8の攻めが始まる。リークルセイダーはしっかりガード、妥協はなく反撃を入れていく。さあ取り返し最終ラウンド、さあ開幕読み勝っている。しっかりと空対空から画面端へと運んでいく。バースト読んで、さあこの短期間で相手のバーストのポイントを読んでいく。おお、マジか、難しい。さあ折りジャンペから攻め継続、そして前へでダブルアップ。さあ画面端から画面端運んでいく。コンボがうますぎる。さあ立ち絵でダーバルを潰す。投げが通る。さあここでバーストしゃがみまし当てていく。さあ一気に運ぶ。ディバインスマッシャーはラピッドキャンドルしない。さあ壮大リスジャンプ G が当たり、おーダブルアップ、勝ちにいった。勝ったな風潮。さあ本当にうまいですね。見ていきましょう。ここはシュートスウェーで避けていく。読み合いながら攻めを続ける。さあ一気に画面端前 B から一気に攻めていく。前にバース入活性しゃがみし、わずかしバーストでターンを無理やり持ってくる。さあここからナオトの攻めはかなり強い。さあそしてコンボがうまいので火力が高い。グリフレットで切り返す、まあ食らってもいいでしょうと言ったあたりでしょうか。カウンターされた送らせしゃがみ B で、さあ D クルセイダーを読みつつも、うおーマジか、冷静に立ちからダメージ奪っていく。うわー早すぎたか、前がカウンター、ここは安定で通していく。第1ラウンド奪っていくは風潮の音。さあブルーのワンガンダッシュからジャンプで避けて、ジャンプ D の着地にウニエスが技を差し込み、ターンはウニエス。しゃがみ D からブルーの上りジャンプ C は呼んでいる。しっかり確定取って位置を入れ替え、しゃがみ C はしっかり見てから確定奪い、再びターンは S 側へ。うわー回復リバーサルでエンハンスクルセットできるんですね。うわーヘリソうまい、しゃがみし、おーマジか、しゃがみしカウンターからオーバードライブ使って決めていく。コンボ判断完璧、うますぎるか。さあでは風潮さんは、もう1試合です、決勝戦やっていきます。じゃあゆったさんと2人で大丈夫、さあ決勝は風潮ナオト VS ゆった S。 さあ誰がこの組み合わせを予想したか、本日の決勝戦見ていきましょう。さあ見ていきましょう。水曜大会本日の決勝戦となります。
さあ逃げるエース追いかけるナオト、ジャンプリーからオブレ、さあ立ち入りを使って攻め継続、ここはしっかりガードしきり、ターンは S 側へ投げ抜けている、ブルーノで追い払う、さあ立ち回り頑張っているが何かカウンターしてしまうと一気に取り返される、さあこれが立ち入り指導かなり減る、オーバードライブ中央に逃げてジャンビで追い払う、再び立ち回り、さあボールスがついているので立ち回りからのリターンが上がる、ここは D クルスを読んでいるが遅らせて D クルス、さあ前が漏れたところしっかりと倒しきる、さあ第1ラウンド分は風潮の音リーチをかけていく、さあここはマスターを取り出したアガムシ逆側に出てしまう、さあ投げを通す、ここはバーストを使ってダメージを奪わせない、おお対空ジャンプ B からうまく拾い、ブルーノがカバーしてくれる、ディークルスが呼んでいる、しゃがみ G からしっかり最大反撃を入れていく、さああっという間に取り返すゆったエス、バースト状況もかなり優勢、さあ最終ラウンド、うわー開幕仕掛けていく、ここは冷静に前 B には立ち、さあバーストはなくなったものの攻めはゆったりして D クルス前へ、さあコンボがうまいと画面端まで運んでいける、3600立ち指導しゃがみししっかり見ている、これは立ち絵指導オーバードライブ、これはどうなんだ決まるのか、最後は決めていく、勝ったのはウッチョーということで、本日の水曜大会優勝者の海外からお越しいただいたウッチョーさんです、おめでとうございます。